今日の主役のお出ましだなんてね最高のパーティーよろしく頼むぜプレゼントありがとうこの後もまだまだ付き合ってもらうから覚悟しとけよ いい誕生日だったな <laughs> なんだよ俺もたまには素直に感動するっつうのさーてお祝いされてきますかおっ荷物持ち発見バスケ部の先輩たちがおごってくれた大量のスポドリ運ぶの手伝ってくれるっしょ お前らサプライズ向いてなさすぎ。エペルが呼びに来た時から気づかないふりするの大変だったんだぜ。今日はハートの女王の法律を堂々と無視しても、首は無事なまま。毎日こうだったら最高なのに。今日もお前とグリムは元気があり余ってんね。ま、俺の誕生日にしおらしくされるよりはいいけど。なあ、今度ふもとの町に遊びに行こうぜ。 ビル先輩に教わったコーディネート、早く試してみたいんだよね。ジャミル先輩が最高のタイミングでパス出してくれてさ、誕生日に気持ちいいシュート決められたわ。これリドル寮長にもらった参考書。誕生日を祝ってくれるのは嬉しいけど、ほんとブレないよな。オルトってすげえな。 あいつが調べてくれたおかげで前から欲しかったスニーカーだいぶ安く買えたわ。父さんが新しいマジックの道具をプレゼントしてくれたんだ。そのうち披露してやるよ。さっきからくすぐったいってな背中の刺繍が気になるのはわかるけどさ。人の顔見てニヤつくなよ。まさかパイ投げのクリーム取れてないとかおい笑ってないで何とか言え